フランス学士院フランス学士院の夜景フランス学士院はフランスの国立アカデミーである。現在、フランス学士院はアカデミーフランセーズ及び4つのアカデミーで構成されている。学士院の前身となるフランス王立アカデミーは17世紀に絶対王政のもとでそれぞれ個別に設立された組織であるなどで構成されていた。 王立アカデミーはフランス革命によって一旦廃止され、代わりにフランス革命後の革命歴4年ぶりメール3日に基づいて科学、芸術国立学シーンとして新たに設立された。3つの類で構成され、第1類は物理と数学の科学クラス第2類はモラルと政治の科学クラス第3類は文学と美術のクラスであった。 モラルと政治の科学クラスには、感覚と観念の分析、道徳、社会科学と法学、政治経済、歴史、地理の6部門があり、第1部門、感覚と観念の分析に集っていた。観念学派がナポレオン対し、批判的になったこと、及びナポレオンが戦争実行に役に立たない、試弁学より役に立つ実学を求めたため、設立7年目の革命歴7年に、 モラルと政治の科学クラスを閉鎖し、クラスに含まれていた諸部門を排してアカデミー・フランセーズ、非文アカデミーに分割した。1805年、パリマザラン地区に移設。翌年1806年からフランス学士委員と解消。1810年時点では、数学と物理、仏語と仏文学、古代史と古代文字、美術の4部門があった。 ナポレオンによって閉鎖されたモラルと政治の科学クラスは1832年に復活した。フランス学士ンはベリー公の意図も豪華なる自当書の所蔵者としても知られる。ありがとうございます。